ジョン・ヘンリー・ガーニージョン・ヘンリー・ガーニーは、イギリスのアマチュア鳥類学者、銀行家、政治家である。ノリッチの名家ガーニー家の一員である。銀行家で、クエーカー教徒のジョセフ・ジョン・ガーニーの一人息子として、生まれた。10歳の時に、家庭教師から教育を受けるために、古代からの原生林として名高いエッピングフォレスト、近くのレイトンストーンに送られた。 エッピングフォレストで動物学者のヘンリー・ダブルディに出会い、初めて動物の採集を始めた。トッテナムの学校に進み、鳥類学者で出版社のウィリアム・ヤーレルと知り合った。17歳からガーニー家の銀行の仕事に加わった。エドワード・ニューマンの発行する雑誌、ザ・ズラジストに多くの記事を書き、捕獲した鳥の収集を続けた。1872年には、 友人のアマチュア探検家、チャールズ・ジョン・アンダーソンの記録から、ダマラランドの鳥類を編集した。1875年から1882年の間、イギリス町学会の雑誌、アイビスに大英博物館の鳥類標本の目録の作成を企画した。イギリス町学会のアルフレッド・ニュートンとガーニーのノーフォーク博物学基金の設立に関する書簡が、 ケンブリッジ大学動物博物館に残されている。政治家としては、キングズリンから会議員に選ばれ、1854年、1857年、1859年に再選された。1865年に会員から引退した。息子のジョン・ヘンリー・ガーニー・ジュニアも鳥類学者となった。南部アフリカに生息するハジロカイツブリの亜種。 パデセップスナイグリカリスガーニーの学名はガーニーフ氏に懸命されている。ありがとうございます。